頑張ればなれるはずっていう無責任なことを言う。そして、どこっすか？あれや、あれ。病院。なんか私、路地裏に入ってきた。塾への近道やって。ちゃんと表側をちょっと通っていこうか。塾への近道ってこれが塾じゃね？向こうから通ってきたらこれが塾への近道になるってことかな。なるほどね。なるほどね。勝手に納得するけど。はい、病院。なんかあるよ。これはあかんパターンのやつかな。あ、開いた。小経験値玉を手に入れた。これ色が違うのは何の差があるんやろ。ここには何もいないみたい。何も探そうとしてなかったんだけど。はい、着いた洋服着た病院。どうも。来てみたはいいダニが。本当に博士はここにいるダニか？いるよ。多分ね。まあそりゃ多分よね。メイがちょっと行って確かめてくるダニ。どうやって？どれヒューリー。入院患者名簿みたいなやつ。おお、マジか。あっただに。本当にいたんだにね。お、うさぴょんナイス。で、博士の病室は？201号室って書いてるだに。こういう時便利やね、姿が見えんって。それじゃ、行きますか。博士、やっと会えるだにね。見えるんか、博士には。別に受付とか何も通らずに行っていいんかな。201号室。お、そこか。お、なんか、看護師さんがいらっしゃるけど。ここだに。いや、感動のご対面とはいかないんじゃないのか、これは。開発はもう一歩のとこまで来ています。さあ、一緒に研究所に帰りましょう。この状態のヒューリー博士にそれを言うか？病人だぞ。私にできることはもうない。所詮夢物語だったんだ。不可能なんだ。宇宙と地上を自由に行き来できる新型ロケットなど。看護師さんじゃなかったんやね、あれ。助手。博士。お、会わずに？ショックだったんだね。博士はもう夢を忘れてしまっただに。お？だったらさ、ウサピョンが作れば？何を？ロケットだよ。博士が作れなかったロケット。だってウサピョン、ロケットのことすごく詳しかったじゃん。そりゃ、ミーはずっと博士の研究を見ていたに。そうか。そうだに。なに博士、ミーは諦めないだに。ロケットを作って、博士に夢を思い出させてやるだに。そういえば、今日からひょうたん池博物館で大宇宙展をやってるらしいよ。博物館に行けば、ロケット作りのヒントがあるかも。行ってみるだに。マジか。じゃあ結局博士には会わないまま。てか思ったんやけど、ウサピョンの姿が見えんとしたらさ、私の姿だけは見えてるわけやろ？誰やねんこいつってなることない？確実に。あれは一体何のマークだ？あ、キュッピーね。なるほど。オッケー。ちゃんとああいう風にマークが示されるね。で、どこだ？その大宇宙展とやらは。こっちの方角。あ、すごい。これ確実にトイザらスやろ。ね、それっぽいよね。まだあっちだね。あ、横断歩道渡ってない。そういうとこしっかりせんと。すげえ、なんかいろんなとこ入っていけそうやね。あ、マジでトンネル越えた先ですか？戻るんですか？ここは通れない。こっちか。おお、やべえ、こんなとこから降りてきた。危ないよ。みんなはしちゃダメやけんね。博物館の大宇宙展。博物館、博物館。うわ、びっくりした。一瞬チラッとこっち見たね。んで、さあ、信号をしっかりと。信号をしっかりと。よし。そよ風ヒルズジョギングロードやって。どっち、こっちか。瓢箪池公園。いろんな場所があるなぁ。てか、うお、ごめんなさい。あ、めっちゃ光よる。ほっ。一つ星コインのかけらを手に入れた。お、かけらやって。あ、ワンコ散歩させておる。見てくれ、私の愛犬を。とても気品に満ちているだろう。そよ風ヒルズで育つと、自然に気品が目についちゃうんだよ。やっぱりお金持ちの街なんだな。なるほど。なんか果てしなくどこまでも行けるような感じがするね。おし、博物館到着。マップが広いって楽しいわ。ここが瓢箪池博物館谷か。あらあゆなさん。お金持ちっぽい。お家が超お金持ちで超セレブなクラスメート、星風キララちゃん。と、そのお付きのクラスメート、まさこちゃんにじゅんこちゃん。ちょっと名前に差がありすぎじゃないかい。こんにちは。そう、超セレブなキララさんには知的で上品な博物館がよくお似合い。何の用？あなたは何の用でこのような場所へ？駄菓子ならここには売ってなくってよ。それじゃあアイナさん、私たちはもう帰るから。またね。ごきげんよう。あなたに楽しめるといいけど。失礼します。くれぐれもマナーだけは守ることね。それじゃあ失礼。キララちゃん自身は悪い子じゃないんやね。なんかそんな感じする。今のは何だったんだに？取り巻きがうるさいだけか。セレブお嬢様にお付きの二人。あまりにベタな三人組すぎて、いつ見ても感動してしまいますなぁ。漫画でよくありがちなね。とにかく、そんなことより大宇宙展だに。はっ、大宇宙展、ついに。まずはロケットの展示を見に行くだによ。めっちゃノリノリやな、二人とも。ロケットの展示を見に行こう。ゴーゴー。なんかめっちゃ走り寄るけどいいんかな。おー、すげえ。この人研究者かなんか。大門教授。すごく興味深い。日本を立つ前に来ておいてよかった。おお。こうやってロケットは少しずつ改良されていったんだね。僕もこんなすごいロケットを作れる研究者になれたらいいな。頑張ればなれるはず。っていう無責任なことを言う。これがロケットの歴史。すごいだに。やっぱ宇宙の魅力、半端ないっすなぁ。お？あら、君宇宙に興味あるの？それじゃあ UFO って存在すると思う？そりゃもちろんですよ。そう、UFO はあるんだよ。なんたって、これにも載ってるしね。どれ？大門教授はヌー最新号を見せびらかした。見せびらかしただけかい。くれんのや。その見るからに面白そうな雑誌は。これは不思議マガジンヌーよ。不思議マガジン。なんて魅力的な響き。それどこの本屋さんで買えるんですか？残念ながら、ヌーは入手困難なの。そう簡単には手に入らない。ガビーン。マジっすか。そうね。この最新号はあげられないけど。ここにバックナンバーがある。バックナンバーってなんだに？バックナンバーってのは、前に発行された古い号ですよね。そう。そのバックナンバーを君に譲ってあげよう。マジっすか。ありがとうございます。ヌー第12号を手に入れた。今のは何号やったんやろ。あ、そうそう。私、決まった場所にたまに出現する不思議な扉を研究してるんだけど。それって、気まぐれゲートだにね。不思議な空間につながる謎だらけの存在。それが気まぐれゲート。なんだそれ。ゲートでは入るたびに決められるお題を達成しなければならないの。お題は全部で4種類。お題でゲートの名前も変わるみたい。戦の間はその名の通り戦いが重要。お題の数の妖怪を全部倒して。疾走の間はスピード勝負。制限時間内に出口を目指すだけ。シュラン沼には強力な妖怪が。まあ、君たちなら倒せるよね。え、ウサピョンが見えてるの？奇妙沼は何が起こるかわからない。わからないけど、とりあえずやってみて。あと、君のウォッチを強化したら敵も強くなるみたいだから気をつけてね。お、なんか全てを知っているんだね。よろしくね。そういうことで、よかったら協力してね。じゃ、私はこれから USA に行かなきゃいけないから、またね。よーし。私もゲート探しにヌー集め、頑張っちゃおーっと。ヌー集め？今はそんな場合じゃないだによ。なんだに？このとてつもない容器は。容器はあの扉の奥からだに。とてつもない。大丈夫かいそれ。あの扉がどうかしたの？あそこって、資料保管庫？え、マジっすか。ケータに切り替えたらストーリーがリンクする。ストーリーリンクで物語を進めよう。もう一人の主人公を操作してヒントをゲットしていこう。妖怪ウォッチ3では男の子と女の子、全く違う2つの物語が進むだに。この2つの物語がつながること、それがストーリーリンクだに。例えば、女の子だけを進めているとヒントが足りずに進めなくなることも。おー、マジか。そんな時には、もう片方の男の子のストーリーを進めてみるだに。それって結局別に、どっちかを選んでも関係ないってことか。結局、同時進行っすか。進めていくと女の子のストーリーのヒントがゲットできるかもしれないだに。そのヒントで物語が繋がってリンクする。つまりストーリーリンク発動だに。キュッピーで2人を切り替えながら2つの物語を進めていくだによ。なるほど。ってことは、資料保管庫に入る前に、ケイタくんの方に切り替えた方がよろしいということかな？ケイタくんに切り替えた方がよろしいということかな？どこだ？とりあえず、あれだよね、外にキュッピーあったよね。ほらほら、ここ。これ何？なんでもないんか。キュッピー、キュッピー。キュッキュッ、キュピピー。妖怪たちの HP と容器ゲージが全回復した。キュキュおい、プレイヤーを切り替えます。ケイタくんに。切り替え。よし！さあ、リンクするか？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。